アニメイトタイムズをご覧の皆様、こんにちは。口紙前だよ。さあ、ついにガールズ&パンツァ劇場版のブルーレイ& DVD が発売となりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、こちらに現物があるよと。さあ、今回はですね、こちらの中身をちょっとだけですけれども、ご紹介させていただきつつおしゃべりしようかなと思います。さあ、ということで、じゃあ中身を見ていきましょう。こっち、お、いっぱい入ってる。じゃじゃん。まずはこちらですね。これがまあ本編というか、あの劇場版のディスクがね入ってるんですけれども、これなんかいろいろ広告入ってるんです。これはちょっと置いておくとして箱もね、凛々しく。これがあれですよね、通常版は。これ違う、この絵、特装限定版のイラストです。こっちは凛々しい感じですね。で、この中にこれも絵見せちゃっていいんですよね。こうやって2枚入ってますよ。こっちがね、本編かな、本編ディスク。こっちが特典ディスクになってます。本編は本編なんですけど、これキャストコメンタリー、スタッフコメンタリー、ミリタリーコメンタリーっていうね、コメンタリー3つも入ってる。すごいよね、そんなに喋るですけれども、ミリタリーコメンタリーがね、こっちの方を聞きたい方も多いんじゃないかなって思います。本当に戦車が好きな方なんかね、ぜひ聞いてください。そして、あ、CD が入ってる。こっちに、あ、入ってる。あ、そうですよ、これ私歌ったんだよ。これこれ、オイラボコだぜの CD。こちら美穂とね、アリスのデュエット曲になっております。武田彩奈ちゃんとね歌っておりますので聴いてください。そして、こちらが特典ディスクになっております。特典ディスクには、皆さんお待ちかねでございます、 OVA のアリスウォー、そして3分ちょっとでわかるガールズ&パンツァー。3分ちょっとでわかるはこれあれか、劇場の頭に流れてたやつかなね。あとはノンクレジットオープンエンド、そして不詳秋山ゆかりの戦車講座、あとは PVCM 集だったり、収録のメイキング、そして大洗あんこ祭り2015ということで、こちらの映像が入っていますね。あ、よいしょ。ですね、お、舞台挨拶。あ、はい、そうでした、舞台挨拶も入ってます。怖い。え、舞台挨拶って全部入ってるんですか。うわ、全部結構いったよ。いやー、もう見られた、見に来てくださった方もね、もちろんなんですけれども、そうじゃない方、これが家にあるだけで全国、透明版回れます。透明版どこじゃないですよ。あ、そうだ、私が行ってないところもあるんだ、いっぱい。北海道とか、あとは熊本もあります。熊本はね、行きました。熊本は、あとどこだ、静岡行ってない。静岡とか、あ、長野もある。いや、結構行ってますね。あ、仙台も行ってる。ぜひね、私もちょっと気になりますね。みんながどんな話してたのかって、なかなかこう見れる、聞ける機会もないので楽しみです。そしてあと、あんこ祭りの映像もね、これ入ってるんですよね。だから、あんこ祭り来たことない方は結構びっくりするかもしれないんですけどね、ぜひちょっとまずは映像で感覚を味わって、いずれは実際にお笑いに来てくれると嬉しいです。そして、まあ、メインというか、なんというか、 OVA のアリスウォーなんですけれども、こちらは、まあ、アリスウォーというだけあって、アリスが登場してくるんですけれども、まあ、この劇場版の後日談になるんですよね。そう、だから大笑いのみんなと、まあ、アリスとの絡みっていうのが見れるんじゃないかな、じゃないかなとか、見れますので出てるからねそう、見れますので、本編ではね、こう、なんていうんですか、仲直りじゃないけど、こう分かり合えたからっていうところでね、終わったので、
その後どうなったのか彼女たちがぜひ見てみてください。お難しい音声仕様。そうだ、あとこれ特典、ここにはちょっと書いてなかったですけど、後ろにはいやいや書いてある。どれどれどれ、どこどこ、すいません、ちょっと老眼なんです。小さい字で書いたらちょっと読むの難しいですけど。なるほどなるほど、はい、5.5 そう、あのあのね、あの書いちっちゃい字で書いてありますけど、あの 5.1 チャンネルっていうシステムが入っています。それがないっていう方もね多いと思うんですよ。そんなね難しい機械がないよっていう方も、これヘッドホンで、ヘッドホンは何でもいいの？何でもいいんですか？イヤホン。イヤホンでもいい。じゃあお手持ちのイヤホンとつないでいただくだけで、とても立体感のある音が聞こえるということで、こっちから聞こえたりこっちから聞こえたりってことですよね。それすごいですよね。いやでも持ってこいの作品ですよね、これ使うのはね。ぜひぜひ聞いてみてください。お家にいながらね、ちょっと劇場感覚も味わえるんじゃないかな。それが、ヘッドホン X っていう名前がついて、 DS ヘッドホン X、 D B D D デルタの D、 タンの T、 D T D T S ヘッドホン X、 ヘッドホン X、 D T S ヘッドホン X。 よし、覚えて帰ってくださいね今日ね。ブックレットが2個入ってて、こっちの分厚い方が鑑賞の手引きですって。中身をちらっと見てみると、ああなるほどね。ちょっとちらっと見せますけど、こうやって、まあ、大笑いの各チームいっぱいやっぱりキャラクターが出てくるからね、一回見ただけじゃ誰が誰だかってわからない方も多いと思うんですよ。私たちもだってやっぱり誰が誰だかって最初こう浸透するまでに結構時間かかったりとかもねするぐらい、たくさんキャラが出てきます。劇場版になるとよりねキャラも増えてるし、ライバル校のみんななんかも全員出てきたりするので、これがあればこう見ながらね、あーこの子があーでこういう関係でみたいなのがちょっとわかるんじゃないかななんて思いますね。何これ、セントグロリアーナダイアリー、何これ、あすごい、大洗、大洗とガルパンみたいなちょっと観光名所だったり、でもこれはあの劇場版に出てくる場所か、そういうのが載ってるのでね、ぜひ大洗に行ってこれを見ながら旅をすると面白いかもしれないですね。なんかこれだけでなんか一つの書籍みたいな感じしますよね。すごく読み応えのあるブックレット、その1でした。ではその2といたしまして、こちらはおーガールズ&パンツァー劇場版杉本勲自選作監修正、あれ作監修正集、おー美穂のすごくいい笑顔、ちょっと見せてもいいですか、ほらかわいいね。こうやって、まあ、イラストっていうか絵とそこの下に一個一個ねこうコメントもね書いてあります。作画のラストカットとして気合を込めた美穂ですとかね、まあ、いろいろと書いてあるので、ぜひ見てみてください。ここからアニメイト特典ですね、まあ、これのこの箱もそうなんですけど、これが違ってこれをこれパンフレットちっちゃいやつ、これ最近流行ってるやつ、パンフレットちっちゃくするの。流行ってるよねこれね。いやーすごいですね、これまんまなんですよね、実際に劇場で売られていたもの。そうですよそうですよ、この長いインタビューもあるもん、ちゃんとすごい。で劇場版のパンフレットと、これはなかなかもう入手するのは難しいんじゃないですか。アンチオ戦のパンフレット、これパンフレットあるけど別に劇場版じゃないからね、これすごい、もう OVA ですよねこれね、イベント上演って。そうだそうだ、このパンフレットの特徴としては、まあ映画じゃない、そのお話の内容だとか、まあ、戦車の設定なんかっていうのは もちろんなんですけど、あの吉岡麻耶ちゃんのね大洗探訪ということで、こうやって
いっぱいお写真たくさんでね、こうまやちゃんが大洗のいい場所、グルメ巡りですねこれね。まあ安曜戦だったので美味しそうなピザだとか、あとはその映画に出てきたあれ鉄板ナポリタンの作り方とか、なんかそういうねお写真もたくさんありますよ。ぜひぜひ、安千代線の上映会の時に来られなかった方とか、まあ、手に入れられなかった方、今回ねこのこれアニメイト限定アニメイト特典、アニメイトさんでねご購入いただけたらついてきますので、ぜひこのチャンスを逃さぬように、してください。ということでなんか、いろいろとごちゃごちゃのしましたけどごちゃごちゃしたけど、中身をね、そしてちょこっとずつではありましたけれども見ていただけましたでしょうか。こちら、5月の27日発売となっておりますので、もうすでに、ね、ご予約いただいている方なんかもいらっしゃるかもしれないですけれども、ご予約いただいている方はお手元に届く日を、その瞬間を楽しみにしていただけたら嬉しいです。そして、まだだよという方はもしこの動画を見て、そして、まあ、いろんな場所でガールズ&パンツァーに、興味を持ってくださったら、劇場版とても、迫力のある、まあ、しかもねお家で 5.1 チャンネル立体の、音が聞こえる仕組みなんかもあるので、手に取って、ガルパンの世界を堪能していただけたら嬉しいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、皆さんガールズ&パンツァー劇場版ブルーレイ &DVD ぜひぜひ買ってくださいね。よろしくお願いします。ちがみまいでした。西住美穂だよ。